第7代第9代ウェーブ認定シングル王者レジーナ大畑美咲。大畑のレジーナ王座通算防衛回数はここまで7回。安定感抜群、自他ともに認めるウェーブ絶対王者。そして本日防衛戦の対戦相手はマーベラス所属のいろは匠。このいろは匠との対戦は王者大畑からの指名。だいぶ後輩でシングル1回しかやってないんですけど、決着ついてないんですよ。ベルトをかけて決着つけましょう。まあやっぱ大畑選手の存在感はやっぱ今現王者っていうだけあってすごいあるし、スピードもあるしパワーもあるし、ランニング3かスカイブルーかって言われてますけど、ランニング3出す前に仕留めちゃうかもしれないし、その自信はどこから来るんだろうっていう感じですね。逆にいろはがランニング3以外で勝つところが想像できないので。いろはの必殺ランニング3か、大畑の絶対的なフィニッシュスカイブルーか、いろはがウェーブの至宝を持ち去るのか、大畑が半端ねえ防衛を果たすのか。ウェーブ VS マーベラス、威信をかけたウェーブ認定シングル選手権試合。ラジエナリーウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権試合、王者大畑美咲 VS 挑戦者いろは匠。皆さんこんにちは、実況の泉幸之助です。そして本日はゲスト解説に大畑美咲選手に来ていただきました。大畑さんよろしくお願いします。はい、オトレシアのレフカップ大畑美咲です。はい、大畑さんいよいよですね、はい、ウェーブ認定シングル選手権試合挑戦者いろは匠を迎えての一戦ですが、はい、この時はどんな心境だったんですか？そうですね、やっぱり緊張してて、はい、でもまあ裏で水並みも入場口のところに今映ってるんですけど、励ましてくれてたので、であとお父さんがね今立ち、あの一番手前にいて座って両手振ってたのお父さんなんですけど。あ、今の方お父さんなんですか？そうなんです。それでまあまあいい意味でも悪い意味でも緊張が解けたっていうのはありますね、はい、どうなんですか今その入場シーンの時にお父さんの姿ってやっぱり目に入りました？目に入ったっていうかもう美咲って言って、ええ、いつもそんなんやんないのに、うん、酔っ払ってたんですって。あ、この時もうあの来た時からずっと酔っ払ってました、ええええ、お父さんよく見に来られたりするんですか？そうですね、私が来てって言った時は来ます。まあこの時はですねレジーナのまあ大事な選手権試合後楽園ホールのメインですからね。はい、はい、ぜひお父さんにもその晴れ姿を見ていただきたいと思います。さてまずはこの試合前、選手権前の恒例のセレモニーからスタートであります。さあ挑戦者いろは匠を迎えての防衛戦、さあ大畑にとってどんな一戦になるんでしょうか。まずはがっちり握手でスタートということになりそうです。さあゴングが鳴りました。大畑さん、まずこのいろは選手とシングルというのはこれが初めてなんですか？いえ、前に1回マーベラスの春見大会でやりました。ありましたね、あれが15分だか10分ドロー、15分かな、15分ドローでありましたね、はい、でもそれ以降タッグで当たっても、はい、まあお互いがお互いで決着ついたことがないんですよ。お互いのパートナー同士だったりとか、なるほど、この両者の中での決着はまだ一度もないと、うん、そうなんです。そうですね、まあこのいろは選手とパートナーである、はい、門倉選手なんかはですね、はい、あのニュートラとしては打倒アビリバだと、はいはい、いうことも宣言したりとかね、はい、結構この大畑選手そして水上選手に対してですね、はい、このいろはさらには門倉の2人は意識してますよね。まあアビリバはいいタッグチームですからね。うん、まああの門倉選手曰くですね、はい、大畑水上の2人は目と目で会話ができると、うんうん、まあ、そこが私たちにとってもすごく目標にする部分だと思いますということでしたね。
そうですね、まあ、お互いが、うん、あのライバル同士だった分、何やりたいかがすぐ理解できるので、うん、そうですね。この日も、まあ、あの今入場シーンでね賛同してましたけども、はい、まあ、兄貴はちゃんと傍らにいますよね。そうですね、はい、今日もこの兄貴の感動する号泣するシーンが見られるんでしょうか。ありましたね、うん、私が勝ってマイクするたび泣いてた。そうですよ、あれもなんかもう恒例行事みたいになってますからね。さてこの試合前なんですけど、大畑さん、まずこのイロハのですね得意技ランニングスリーなんですけれども、はい、これを封じる自信があるということです。そうですね、はい、もう途中の形まではその山下の、うん、スプラッシュマウンテンと入り方が一緒だったので、はい、それを攻略できてたので、それも一緒かなと思って。うん、そうですね、山下のシングル戦、まあ、スプラッシュ何度も狙いを定めた山下だったんですが、大畑さんは全部それをね、はい、ことごとく返しましたからね、はい、まあそのランニングスリー入り方は確かにこのスプラッシュマウンテンと似ている部分があります。さあそれに対してこの井戸畑組どんなことを考えて作戦を立てて臨んでいるんでしょうか。さあここで大畑のさあ得意技が出るか。さあお客さんの拍手がここで後楽園ホール中に鳴り響いております。さあここで行くか行くか。さあ出ました、あっと出た出た、腹黒バーンであります。いやいやいや、顔面バーンですよ。腹黒バーンじゃないですよ。失礼いたしました。びっくりした。はい、画面バーでしたね、失礼いたしました。さあここで一発ペースを握った大畑であります。さあこれが3度目の防衛戦。さあここでナックル攻撃、おっとナックルに対しては蹴り。大畑さん、まあランニングスリーもそうなんですが、この蹴りもやはりこの警戒するべきポイントですよね。そうですね、どっからでも足飛んできますからね。うん、そうなんですよね。さあ今のはローキックでありますが、ハイキック、さらにはバズソー、そしてまあロープに振ってのニールキック、いろんなバリエーションがありますからね。はい、はい、さあここでどうだ、コーナーの振り広げるか、おっとここは大畑が勝った。さあランニング式のエルボー、さらにはここでさあ突っ込んでいく、おっとすっごい勢いものすごい勢いだ。いやー、大畑さんボインポイント、はい、今日も発令してますね。いやー、もうやばかった、体半分に折れてましたね。そうでしたね。ちょっとコーナーとコーナーのなんかねロープの間に挟まったって感じでしたね、はい、さあここでバック回ったな、イロハの方だ、どうだ。さあそのままうっとうまい。さあここは大畑が切り返していった。さあ今度はどうだ、技の意味になるのか、おっとどうだ、うまい、これはうまかった、スイング式の DDT、 大畑さんうまく誘っていきましたね。そうですね、はい、さあここでランニング式、さあクロスボディを見せていきました。大畑がここで躍動しております。さあ攻略ホール中のお客さんを味方につけて、次なる攻撃は何だ。さあセカンドロップ、トップロップを狙っていくのか。イロハも蹴りが、どこからでも出るってことで、はい、足攻めした方がいいのかなってちょっと思ったんですけど、私足攻めで勝ったことないなと思って。お、そうなんですか。そうです、大岡さんの役、あのビッグブーツ対策に足攻めしてた時もあったんですけど、はいはい、別に足で決められる関節技って持ってないなと思って、うん、そこに結論が至ったと。ギブアップ取れる関節技持ってないわと思って。言われてみればそうですね。そうなんですよ、だったら、まあ、そのスカイブルー狙いで行った方がいいのかなと、うん、そうですね、まあ、あれだけ足攻めをしながら最後それの大岡さんのビッグブーツやられたことがあるんですよね。ええ、それが悔しいじゃないですか。それね、なんかむちゃくちゃ損した気分になりますよね。はい、そうなんです。さあこの大畑の絶対的な守護神と呼ばれるこのスカイブルーが爆発するか、それともイロハのランニングスリーか、まあ、そういった見どころがあるわけであります。さあ再びここで大畑がペースを握るか。さあこの髪の毛を掴んでいく。さあイロハ組、まあ、イロハはですねこのレジーナかつて挑戦したことがありますよね、はい。ああ、水波、ええ、水波戦、新宿フェイスでやった一戦です。その時の一戦はご覧になられてました？はい、見てましたね。その時はどんなイロハ選手に対しての印象がありました？でもそんなになんか強いとか力強いとか、うん、もうあんまり印象に残ってなかったんですかね。まああの頃のイロハとこの、この時のイロハまた全然違いますからね。全然違いました。あの時はもうなんか、うん、まあ後輩だなって思う感じだったんですけど、そうですよね、そのキャリアをいい形で積んでまいりました、このイロハ匠、うん、さあジャーマンスープレックス、これは意外な技を見せました。さあまたしてもこの蹴りが出るのか、あっとあった、あひどい、これはひどい。頭飛んでっちゃうよ。いや首が飛んでるようだ。やばいやばいやばい、いやびっくりしましたね。じゃあでもそのタイトルマッチが決まる直前に、はい、まあ、北海道でタッグマッチで当たってるんですよ、はいはい、でその後に、まあ、あのタイトルマッチ決まった後に、うん、新木場での前哨戦とか、はい、タッグでやってたら、もう蹴りの勢いが、その時と全然違ったんですよ。あ、だからもうすごい気持ち入ってんなと思いました。
本当ですよね。いや、今ちょっと見てる方がちょっと心配になるようなね。どんどん重くなりましたね。はい。さあ、その蹴りの重さ、そして素早さには定評があります、この廣畑組。今ボインポイントでしたね。ボインポイントでしたね。僕今それ言うの控えてたんですけどね。本当ですか。大畑さんから言っていただくのが一番ありがたいんですよ。言っといた方がいいかなと思って。 ありがとうございます。さあ、皆さんも楽しみにされているボインポイントですが、あっと、うまく切り返した。さあ、大畑がフォールの体勢、どうだ、大畑防衛か。カウント2。足がね、外れちゃいましたね。そうでしたね。まあ、しかしいい形で切り返していきました、大畑。さあ、再び両者ダウンの状態になりました。一進一退の攻防が続いております。さあ、このお客さん、そしてセコンド陣のこの先導に、さあ、釣られる形で2人が立ち上がるのか、それともまだダウン状態か。まあ、大畑さん、先ほどのやはり蹴りのダメージっていうのはまだ引きずってる感じがしますね。いや、大きかったですね、はい、あれは。さあ、側頭部にヒットしたこのイロハの罰走キックでありますが、大畑が立ち上がれるか。さあ、そのまま今度はイロハが主導権を握りそうだ。さあ、ナックル、エルボー、何発でも打っていく、何発でも打っていく。おっと、これはうっと、うまいぞ、大畑が切り返した。さあ、もうこうなると意地と意地の張り合いだ。いや、お互い負けん気が強いですね。そうですね、ここはもう譲れないですね。はい、そんな譲れない、そんな気持ちがもう全身から伝わってまいります。さあ、エルボガス、エルボガス戦、まだ行く、まだ行く、大畑が行く。さあ、チャンピオン優勢、チャンピオン優勢、どうだどうだ、そのまま、おっと、さあ、尻餅をつかせました。そしてもう一回ダメ押しの一発。さあ、ここで大畑がうまく、あーっと、しかしローリングエルボー、イロハも待っていたローリングエルボー、大畑。さあ、ここで全体重を出したエルボー、どうだ、カウント2。いい流れを作っているぞ、いい流れを作っているぞ。さあ、ジャーマン、ここで、さあ、出るか、芸術品ジャーマン、もう一回行く。さあ、まだまだ行く、まだまだ行く。ミロハも多分これに向けて体重重くしてきてますよね、うん、なんかこうどっしりした感じがしますよね。重くなりました。さあ、どうだ、そこでガーンカウント2。いや、こうやって投げてみるとより一層わかる感じですよね。そうですね、はい、ギュッと詰まってますね。はい。さあ、そのイロハの肉体改造、この一戦にかける意気込みが伝わってまいります。さあ、大畑どうだ、今度は、おっと、出るか出るか、さあ出るか、スカイブルー。しかしこれはイロハも作戦を立てておりました。まあ、当然のことながらイロハも警戒してますよね。そうですね、はい。さあ、スリーパーだ、今度はスリーパー、スリーパーの体勢に入ったスタンディング式、このままどうするか。さあ、リングの中央に持っていくか、大畑うまくロープに逃れました。さあ、かろうじてロープブレイク、しかしイロハ離そうとしません。まだまだ締めている。おっと、背後から、ひどいひどいひどいですね、背後からのトラスキック。そしてまたしてもスリーパー、これはきつい。大畑ついに片膝をついた。もうバッチリ入ってます。そうですね、あっと、グランド式、グランド式のスリーパー、イロハのもう一つの必殺技。さあ、これは苦しいぞ、大畑苦しい。さあ、なんとかもがく、しかしまだロープには遠いか。これは厳しそうだ。私の師匠が吉田麻里子っていうことで、結構関節の練習とかいっぱいやってて、はい、その逃れ方とかは、ちょっとポイントのずらし方とかは、なるほど、あれしてたんで、そこでまだちょっと助かったかなっていうところがあります、ね、そうですね、なんとかかろうじて。さあ、その吉田道場の経験が物を言ったか。しかし、いろはがまたしても、おっと、この体勢は危ないぞ、出るのか、出るのか、さあ、出るのか、おお、これはうまく、こうかくるぞ、回転エビ固め、惜しかった、カウント2、ランニング3をうまく切り返した。いや、大畑さん、これがランニング3封じですね。ね、しかし、そのまま、ドレフのような形、これもカウント2。やばい、はい、しかし、まあ、このランニング3はうまく切り替わしましたね。さあ、今度はどうする。さあ、トラスキック、顔面、さあ、決めるぞと宣言、どうだ、イロハがちょっとここで余裕の表情か、あっと、出てしまうのか、ランニング3、今度こそ決まるか。さあ、セット完了、うわー、ひどいひどい、ものすごい落差、ランニング3、カウント2、返した。いやー、大畑さん、
完璧に決まりましたね。そうですね、今危なかったですね。はい、ものすごい角度、ものすごい落差、ランニングスリー、これが長い内草直伝。しかし辛うじてカウント2で返した大畑。でも返したものの動けないですよね。そうですね。いや、改めてこの画面で見るとあの落差はすごかったですね。やばいですね。さあ、お客さん歓声は大畑コール、大畑コールに包まれております。さあ、なんとかしてこれは足を取ってトップロープに行かせない。しかしここはうまくイロハもカット。そして何を狙いを定めているのか、トップロープ。さあ、大畑がここは執念で掴んだ。この日もすごい歓声がすごくて、やっぱり団体がお互い違うので、うん、はい、その大畑と、うん、イロハと、あの半分半分ぐらい本当に声援をそうですねいただいたん で、うん、すごい力になりました、ね。はい、いや、もうこの日の緊張感というのは本当にすごかったですからね。だから本当に団体のトップだし、おっと、ものすごい実績、その緊張感が交差しております。さあ、ここはなんだ、大畑がうまくいくか、あーっと決まった。そのままホールの体勢、どうだ大畑、ここでカウント、どうだ、カウント2、カウント2。さあ、この表情、大畑さんどうですか。いや、もうしんどかったです。はい、そしてうんと、いろはは場外。さあ、ここは待ちます。さあ、迎撃の体勢を取る大畑。そしてちょっと背中越し、今スプレーを浴びせました、いろは匠。さあ、今度はおっと、バックロー、行け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 。さあ、まさに団体のトップ同士の対抗戦。おっと、エライド、ここで出ました。さあ、どうだ、大野萌えか。しかしカウント2、いろはも耐えます、いろはも耐えます。いろはも場外行ってちょっと回復したと思うんですけど、うん、私もその間に回復することができたんで。そうでしたね。しかし今度はスカイブルー、うん、足をすくった。またしてもスカイブルーは決まらない。また出るか、どうだ、今度はうんと、おお、これもすごい。いちいちなんで上に上げるんですかね。そうですね。上に上げてのライガーボム。さ、先ほどのランニングスリーもそうですけど、落差がすごいですね。はい、そうなんですよ、より上に上げるじゃないですか。それはね、しんどいですよね。はい、さあ、またしても大畑コール、そしていろはコール。さあ、両者のコールが交差しております。まさに団体の威信をかけた一戦、ウェーブ対マーベラス、そういった戦いで模様も見せてまいりました。セコンド陣も分かれての声援合戦。なんか中島の時もそうでしたけど、うん、他団体の人との防衛戦って燃えますよね。はい、そうですね、見てる方も本当に燃えますからね。さあ、大畑がラッシュをかける。花丸ドッカン、どうだ、ここで大座防衛になるか、これも返す。さあ、今度はなんだ、今度はなんだ。さあ、出るか、ブルーダリア、そのまま急降下、どうだ、これも2カウント。すごいけ、すごいけ。決まるか、スカイブルー、どうだ、これでカウント、しかし決まらない。あーっと、いけ、あー、これは惜しかった。狙いは良かったんだが、しかしこれは持ち上げられない。イロハもラスキック。さあ、また今度は足を取っての首肩で、どうだ、これも2カウント。さあ、なんとしても王座を防衛したい。どうだ、丸め込む、丸め込む、これも決まりません。さあ、ものすごい一戦になってまいりました。ベルトは一体どちらの手に。さあ、どうだ、しかし突っ込んでいくのはどちらだ。あーっと、ニールキック、いろはのニールキック。蹴りってずるいですよね。しかしカウンター2。いや、本当にどこから飛んでくるかわからないですよね。さあ、しかし大畑の目はまだ死んでない。どうだ、イロハが何をアピールしてんだ、これは何を意味するのか。さあ、持ち上げる、おっと、旋回式、おお、これは豪快ライガーボム。危ない危ない。これ長谷さんのスーパーフリークっていう技らしい。スーパーフリークだったんですね。スーパーフリークからの出るか出るか、ランニングスリー、どうだ、
ちり固めた3カウント。大畑敗れる、大畑敗れる。負けちゃいましたね。負けましたね。スカイブルーの2発目がね、はい、決まってればと思うんですけどね。そうでしたね。痛恨の3カウント。レジーナのベルトはなんとマーベラスいろは匠のもとに。本当に今日対戦してくださってありがとうございます。大畑選手が気づいてきたこのベルト、しっかり自分が受け継ぎたいと思います。油断もしてないし手加減もしてない、全力で戦ってあなたに負けました。すっごい悔しいです。近いうちにウェーブにベルトが戻ってくるときに、そのベルトの輝きが失われてないことを願います。誰でも挑戦を受けます。さあ誰でも挑戦を受ける。おっと、いっぱい来た。おー、これはもう次から次へと現れた。アスカ、おっとアスカ、次の後楽園ウェーブ、次の後楽園いつですか。8月19日。はい、8月19日後楽園ですね。はい、言い方バミさん、タイトル戦組んでもらってもいいですか。そして二上社長に直訴。はい、これ OK が出たんですね。なんと初防衛戦はいろは匠対アスカの一戦に決定。8月19日後楽園ホールです。そのベルト必ずウェーブに戻します。そしてウェーブに戻すと宣言しました。アスカ、自分ちょうど3周年なんですよね。そして19歳のうちにそのベルト巻きたいんで、覚悟しておきます。3周年、そして19歳のうちにベルトを巻きたいというアスカ。いや、大橋さん、はい、リング上はすごい状況になりましたね。そうですね、まあ、私は他団体にベルトを流出させた責任を感じてますけど、みんながこうやって上がってきてくれたことはすごい嬉しかったなと思います。はい、というわけで次なる挑戦者はアスカに決定いたしました。来週の放送は大岡由美、アスカ、有田姫子のジャンボトリオがコマンドボリショイ米山香織、桃の美代のちびっこトリオとデコボコ対決、お楽しみに。さあ本日は水道橋にあるプロレスショップチャンピオンさんに私大畑美咲がお邪魔したいと思います。すみ店長元気かな。すごい、ウェーブの DVD 揃ってますね。はい、当店のプロレス DVD の品揃えは田内随一だとギフしております。さすが、意義なし。そしてチケットもほぼ全団体を網羅してますね。あれ、ウェーブのチケット残りわずかじゃないですか。はい、当店ではですね、こういった座席表を用意しておりまして、お好きな会場のお好きな座席をお選びいただけます。さすが、お客さんファースト。そして各団体の T シャツやグッズもこんなに揃ってます。こいつがプロレスショップ界のチャンピオンだ。プロレスグッズのことなら水道橋チャンピオン。プロレスリングウェーブの最新試合や旗揚げからの懐かしい試合が月額800円で見放題のウェーブネットワーク。毎月最新動画を続々とアップ予定。これがウェーブネットワークだ。飯田美香引退試合ごちそうさまでした DVD 発売。2018年5月4日に引退した飯田美香の引退試合をたっぷり収録。対戦相手には飯田の後輩山下里奈、小林加穂、夏すみれのザブン同期トリオ。笑いと感動、ウェーブらしい飯田美香の引退試合。そして飯田美香引退ロード集も盛りだくさんの収録。特典映像は飯田美香スペイン遠征試合、世界のプロレス、そして飯田美香がディレクターに初挑戦、タクシー代払ってもらって家ついてっていいですか。そしてそして飯田美香がドラマにも初挑戦、孤独の飯田。そしてそしてそして何が出るのか、緊急 SOS、 飯田家の風呂の水全部抜いてみた。そして仲間から飯田美香に一言物申す。
飯田美香引退試合ごちそうさまでした DVD 発売。